これまでに物体の運動の様子を調べるにあたってストロボスコープっていうのを使いました。これは一定時間に光を当てておもちゃの車がどれぐらいの時間でどれぐらいの距離を動いたかっていうのを調べるものだったよな。じゃあこれ以外に他にどんなものを使えば運動の様子を調べることができるやろ。例えば写真なんかがある。他には動画なんかもある。ただこのストロボスコープとか写真、動画っていうのは 必ずこういった長さの物差しっていうのが必要やねな。だから、なかなか観察するにあたって長い距離の運動の様子を調べることっていうのはなかなか難しいと。そこで、こいつら以外に運動の様子を調べることができるものに、記録タイマーって呼ばれるものがあんねな。この動画では記録タイマーの使い方について勉強していきます。どういうふうに記録していくかというと、 こんな風にして物体の運動の様子を調べたいものに紙テープをつけると。で、その紙テープを記録タイマーのところに通すねんな。で、この先紙テープっていうのはトイレットペーパーみたいな感じでぐる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 巻かれてんねん。で、台車を押すことで台車が動いていきます。同時に紙テープもつながっているから動いていくねんけど、記録タイマーのところで針とかペンを使って紙テープの上にトン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 っていう風に印をつけていくねな。ちょうどこういう風な感じ。で、この 印の間隔の変化を見て、この台車っていうのがどういう風にして運動したのかっていうのを調べていくね。実際にこういう風な実験をしました。台車を用意してそこに紙テープをくっつけます。で、その紙テープを記録タイマーのところに通すねんな。そうすると記録タイマーっていうのは一定時間ごとに紙テープ状にトン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 っていう風に点を打っていくわけ。 その点がこういうふうな三種類になりましたと。じゃあこの三種類の紙テープからそれぞれどういうふうな運動をしたのかっていうのを見ていきましょう。これを見てもわかるように打点の感覚、点と点の感覚っていうのが全部一緒ですよ。これは点と点の感覚っていうのがだん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 広くなっていくよと。これはだん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 狭くなっていくよっていうのがわかると。じゃあこの感覚 っていうのと、物体の運動、どういう風な関係になっているかというと、点の間隔が一緒ってことは、この台車っていうのは同じ速さでずっと移動しているってことだよね。一方で、打点の間隔がどん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 広くなるってことは、台車はどんな運動をしているやろ。台車はだん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 速くなる運動をしてんねな。また、 打点の感覚、点と点の感覚がどん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 狭くなっている場合は広くなる。逆やから台車っていうのはどん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 遅くなる運動をしているっていうのがこの記録テープからわかんねえな。こんな感じでテープを見るだけでも台車の運動の様子がざっくりわかんねえなで。でももっと具体的に知りたいね。例えば速さはどれぐらいなんかとか。どれぐらいの時間で何センチ進んだのか。 っていうのを知りたいねな。じゃあ、このテープからどういう風にして考えたらいいやろさっき話したように記録タイマーっていうのは一定時間ごとに紙テープ上に点を打っていくと、その一定時間っていうのが東日本と西日本でちょっと違うねな。東日本の場合は1秒間に50回打ちますよ。西日本は1秒間に60回打つね じゃあ、ここから何がわかるのか。例えば、東日本で考えると、一秒で、点を、点点点点点って50回打つと。じゃあ、一回打つのに何秒かかるんやろ。一回打つのは、これ、50から1ってかける1 50分の1やんか。で、時間も1 50分の1倍すると、 1> 1回打つのに1のに分秒かかるわけす。つまりこのテープ上で言うと点と点の間の時間が1 50分の1秒っていうのが分かんねえなここも同じく50分の1ここも50分の1な同じようにして西日本っていうのはこれ点と点の間っていうのは1の60分の1秒です 1> で、一回点数を打つから、点と点の間っていうのは、西日本と東日本でちょっと違うねんけど、西日本は60分の1秒の時間っていうのがわかんねん。ここも60分の1、ここも60分の1。全部点と点の間は60分の1、もしくは50分の1っていう風になってるな。 さっき、点と点の間、こっからここまでが、東日本の場合は1 50分の1秒ですよって話をして、西日本の場合は1 60分の1って話をしたいんか、その1 50分の1とか1 60分の1ってちょっとわかりにくいから、何だ点ごとかに区切ったら実はわかりやすくなる、ね、じゃあ、何だ点ごとに区切ったらいいやろ。っていうのを一緒に考えていきましょう。ちょっと数字が2つ出てきたらややこしいから、まず東日本だけで考えていこうか。 東日本は点と点の間が50分の1よなだからこっからここも点と点の間は同じく50分の1ですこっからここも50分の1こっからここも50分の1こっからここも50分の1になるわけじゃあ今山を何個書いてあろ山が1つ2つ3つ4つ5つ山が 五つありますよで一つの山っていうのが点と点の間隔やからそれが五十分の一秒なわけそれが五つあんねなじゃあこっからここまでっていうのは何秒になるかっていうのを考えると一つが五十分の一秒ですそれが五つあったら五十分の五秒ですつまり十分の一秒で 小数に直すと0.1秒ってことが分かんねえ。50分の1秒より、この0.1秒の方がちょっとわかりやすいやんか。だから、これからは、ほとんどの場合、山5つ、つまり5回打った段階での時間で考えるとわかりやすいな。これが東日本の場合。東日本は、山を五つ、5つ分で、 一方で西日本の場合は山が6つやねっていうのは一つの山が1 60分の1秒ですそれが6つあったら60分の6で10分の1秒で0.1秒っていうふうになるな。 から東日本、西日本でちょっと違うねんけど東日本の場合は山が5つで0.1秒やねんけど西日本の場合は山が6つで0.1秒ですこれをちょっと覚えといてくださいじゃあ最後に実際にこういうふうに点が記録されたテープから平均の速さっていうのを求めていきましょうまずこのテープっていうのは1秒間に60回打点した記録テープっていうのが分かってねんな 1>, 1秒間60回ってことは、西日本で測定してんなってことが分かんねえな。西日本の場合は山が6つで0.1秒、もしくは1 10分の1秒っていうのが分かってると。じゃあ求めていきます。平均の速さっていうのは、これどういうふうにして求めるかって言ったら、距離割ることの時間な。で求めることができると。じゃあまず、 B と C 言うてるから B と C の間の距離を考えていこうと。こっからここまでは何センチやろ。ここは1.4センチ。ここは5.4センチです。やから5.4から1.4を引いた4センチなわけ。だから B と C の間は4センチですよ。で割ることの時間やと。時間っていうのはさっきこれっていうのは西日本やから山が 6つで1 10分の1秒っていうのが分かってねない。もしくはまあ0.1秒どっちでもいいねんけど。じゃあ B から C。山の数を数えていきましょう。1個、2個、3個、4個、5個、6個。あ、ちょうど山が6個あるなっていうのが分かんねな。 だから、こっから B と C ってのは10分の1秒ってことがわかるんねそうすると、求めたい平均の速さってのは4センチ。割ることの10分の1秒で計算することができ、4センチ。で、割り算をかけ算に直すときは、分母分子がひっくり返るから1分の10。そうすると、40。 センチメートル毎秒っていう風な平均の速さになんねなこのように記録テープから平均の速さを求めるときはこういう風に距離そして時間を考えるときは山がいくつあるのかについて注目して考えていってください